はい、海洋研究開発機構の茂木耕作です。ですね、最初にちょっと聞きたいんですけど、なんで茂木耕作かっていうと、縮めると思って作ったんですね。で、僕がアウトリーチをするときに、大体このキャラクターで、使われることが多いということで、検索するとこんぐらい出てくるという話です。で、ちょっと最初に聞きたいんですけど、ほぼ毎日 Google を使っているという方はどれくらいいらっしゃいますか？ほぼ毎日です。ありがとうございます。数日に1回ぐらい。はい。それよりもっと頻度が低いという人がいらっしゃいます。なるほど。Yahoo 派だっていう人がいます。実は Yahoo も Google の検索エンジン。はい。まあいいんですけど、いや僕も毎日使ってますけど、まあ、そのパワフルな、何て言うんですかね、何かを知りたいと思った人に対して、このほど強力なツールが、まあ、なかなかないということを思うんですね。で、アウトリーチでもそうですし、違う教育みたいな話でもそうなんですけど、知りたいという欲求を持ったときに、これほど強力な人がいてですね。で、場合によっては Google そのものじゃなくて、Google に、例えば、すごく違う人の授業がうまい先生がいらっしゃってですね、その人が動画を公開してしまった場合に、その動画を検索して探すことができたらですね、その先生に語らなきゃいけないっていう話になっちゃうんですね。で、僕は、なんとかその、アウトリーチっていう意味でいくとですね、いくつかちょっと紹介しますけど、大きく、こんな3つぐらいをちょっと最初に紹介しますが、その時に必ずこの問題をいつも考えてきたという話をしたいと思います。で、ちょっとぜひ皆さんからですね、自分だったらここじゃねえかみたいなところをですね、後でお聞きしたいんで、去年、やったんですけど、同じようなゲームをしたいなと思ってます。で、まず1つはですね、去年NHK の教育番組なんですけど、オファーをちょっといただきまして、10分ぐらいの小学生向けの教育番組です。で、台風の進路を予測しようみたいな、子供向けの番組で、10分かける2本というやつですね。で、水曜日と日曜日、9月以降に、何回かずっと再放送されてですね、で今年も8月いっぱいずっと流れてましたんで、およそ100万人ぐらいに届いてると思います。で、これ、アウトリーチという意味でいくと、この規模が一番僕の中で大きいと思うんですけど、これを作ったときにどういうことを考えたかっていうのが、やっぱり、じゃあ、Google でいいんじゃないのって言われないような作りをどうするかということはやっぱり考えた。で、もう一つはですね、さっきのやつがちょっときっかけにはなったりもしたんですけど、ニコニコ学会ってですね、ちょっとふざけた学会があるんですけど、ニコニコ動画って見たことある方いらっしゃいますか？ニコニコ動画、はい、あれ結構いらっしゃるんですね。あれ面白いですよね。動画がただ流れてくるだけじゃなくて、そこに自分でコメントをつけて、誰かにコメントをつけて、その動画そのものがあんまり面白くなくても、コメントが面白かったりしますよね。で、なんかそういうことで価値がこう増すっていう形が一つあってですね。で、それを学会としてですね、プロもアマも、全部含めて、自分のネタを発表する学会っていうのがあってですね。で、幕張メッセで10万人規模のイベントが、あるんですよ。で、それが今年の4月になったんですけど、それにちょっと出させてもらう。読んでいただいて、で、そこで僕はバイオ伝染の研究が専門なので、そのネタをですね、ニコニコネット民に、どうやってコメントをつけてもらえるようにするかという話を10分ですよ。それも10分なんですけど、どういうふうにやるかということを、その時もやっぱり考えると。で、これもやっぱりですね、ただ Google で検索すれば、バイオ伝染もこうでしょっていう話だけで終わったら、ここに人は来てくれないわけですね。と思うんですけど、それの時にどう考えるかっていうことをやっぱり考えた。で、3つ目はですね、これは、さっきの2つの経験を経て、で、実際に自分の気象学会という学会で、一般公開シンポジウムを企画するというですね、僕自身が、
あの学会において青春大阪でされた学会において一般公開で、まあ、どういったものを提供できるかということを考えた時に、科学コミュニケーションというのはですね、気象学においてはこれからのあり方なんじゃないかという沈没人も企画したんですね。で、これも全てあの YouTube 上で全て公開しますけど、こちらに、あのナダレンジャー出されてた方、確かいらっしゃったと思うんですけど、あ、そうですね、あのナダレンジャーも来ていただいたりとかですね、あのやって、400人来ていただいて、学会員が200人です。で、残り200人が一般の方です。で、普段の学会の一般公開シンポジウムっていうのは、一般公開と言いながら1割ぐらいしか一般の人が来ないというのがですね、あの今までの小学会も残念ながらそういう現実があったわけですけど、それを5割に持っていくっていうにはどういう価値を与えるかということを考えた。で、まあ、実際にあの動画でも見れますけど、動画でも見れるじゃん、後からでも行けるじゃん、言われないからこそリアルに来ると思うんですよね。で、これあの実際に見ていただいたら、あ、実際にリアルに行ってたらどうなんだろうなっていうところも見えるかと思うんで、ぜひ見ていただければなと思うんですけど、でですね、まあやっぱりあのこの3つだけじゃないんですけど、まあいろいろやってる中で、僕が必ず、いや、その Google に来ちゃいじゃん言われたときに、いや、こうこれはあの Google じゃ分からんだろうという価値が何なのかっていうところに、何かしらあの僕は答えれないかなということを、まあちょっとでいいんですよね、本当些細なことでいいんですけど、まあ、それを考えてあのやってたような気がするということなんですけど、で、ちょっとですね、あの今からあの僕、東京学芸大であの学部1年生でですね、気象学、あの地学の授業をやってました。まあ、授業でも一つのアウトリーチの一つかなと思ったりする、まあ、そういう思いながらやってるんですけど、いつもやってるゲームがあるんですよ。で、ちょっとあの今からやってみたいと思うので、ちょっと全員ちょっと立っていただいていいですか。で、まあ、これ出てらっしゃった方は分かると思うんですけど、2人1組になってください。あのお隣の方で結構ですが、お隣がいなければあのちょっと動いていただいて、2人1組です。それで、あの授業でやるときは、まあ、その授業のネタに関する何でもいいんですけど、何でもいい問いを何か投げかけて隣で話してねってことを、まあ、1分やるんですよ。で、今日はですね、まあ、これはそのままでもいいんですけど、僕らですね、ちょっと今思いついたことで、お聞きしたいのはですね、地学っていろいろ分野がある中で、今現時点で一番自分がその気になってるとか好きだとかハマってるっていう部分はここだと。で、ここについて語らせたら俺は Google で絶対負けないというまあそこはですね、ちょっとぜひお伝えで話していただいてですね、で、ま、あるいはですね、自分の知り合いがここをものすごく気にしてて、これに答えられたらいいんじゃないかというところで、何でも結構ですけど、ちょっと1分だけ時間取りますんで、それをお隣同士で教えていただけますか。で、それをあとね、僕に教えてください。じゃあ、始めてください。何でも結構です。あの秋元さんもぜひ教えてくださいね。はい、あの研究室の学生さんとかそういうのでもいいですよ。
のミスしたよ。結局のここから何しようかって言ったんで、とりあえず間違いなくその相手が違うからこ そのお二人の違いが生まれたっていうような感じですか、はい、なるほど。じゃあ逆に同じだったという結構似てるな、似てるところに関心を持ちなと感じた方はどれくらい残り1000人なんですけど、どうですか、8割方だったと思うんですけど今聞いてたら、はい、あ、じゃあお願いします。はい、はい、池本さん、グーグル先生に立つという意味では、あ、そこにある人間関係はグーグル先生には勝てるんじゃないか。なるほど、はい、どんな関係ですか。私の場合は気象に関する、防災のキーボードワークをしているんです。あ、やはりそのグーグル先生がいくら検索しようか、その地域の防災に関わる人たちの人間関係で、そういったのが全然出てこないんです、はいはいはい、ただそこの地域の方がそういう防災に関わる人間関係、そして私も含めて関与することで、いろんな指標、そこは少なくとも研究者であり現場の人しかわからないところ、うん、複雑な
あ、じゃあ、せっかくなんで、お願いします。はい。はい、はい、教材を作っているんですが、はい、何ですか、学校教材の編集をしているんですが、教材の、それで、はい、まあ、普通はなんか知学の知識を、はい、その子供たちに編集していく、そのノウハウ、共通してるっていう点で増えちゃったというのは、知識の部分は、よく先生に何か作ってたのか分からないんですけど、はい、知識をどう、それを現実世界に活用していくかというあたり、世界に活用していくかというところで、活用していくのがあるのかな、うん、はい、はい、ないか、あー、なるほどです。面白いですね、ありがとうございます。あ、じゃあせっかくなんで、市場原理岡本先生もね、いや、まあ、普通のことですけど、はい、まあ、あの大体の体系的な知識ってのは分類られる、うん、自分の中で分類られないことがありますね、っていう話をしています。得られないところ、特にどこだと思う？それは僕がちょっと言ったんですけど、はい、例えば学校の先生だったらスパがどうとか、あの、今日は息が臭いとかね。あ、でもそれすごい僕も思います。要するに全然関係ないことなんですけど、なんか別な信号があることなんで、あの、大事なことの記憶がちゃんと定着したりとか、あの、その要素って結構面白いなと思う。で、だから、あの、実習を重要視されてるマップとかいっぱいありましたけど、やっぱりその本物を見るっていうことに集約はされるんですけど、その時の風がどうだった、天候がどうだった、三角が暑かったみたいな別な要素がその人の記憶に多分作用してんじゃないかなっていうのは、あの、アウトリーチみたいなことをやってると結局そこなのかなっていう、そのお客さんが、まあ、いらっしゃいますよね。で、その頭にどうやったら記憶が定着するかというところを僕は結局考えてたんじゃないかなと思うんですね。で、Google で検索してれば出てくるじゃん。まあ、10個、20個の玉石混合でバーンと出てきますよね。で、それで、あの、記憶が定着しないじゃない、あの、しないっていうところに対して、同じ情報でも記憶を定着させる力が与えられるっていうのが生の力なんじゃないかなと。で、そうじゃなくて、まあ、知りたいときにその場で検索すればいいじゃん、まあ、その瞬間だけ分かればいいじゃん、記憶が定着しなくてもいいじゃんっていうのが Google の、まあでも、とにかくできはするねっていう話だったんじゃないかなと思うんですよね。で、岡本先生がですね、マーケティングということをおっしゃってたんで、あの、それはもう、ものすごい僕も思うんですけど、宣伝っていうことを、あの、畠山先生もおっしゃってましたけど、まあ、まずそもそもですね、まあ、どの問題でもいいんですけど、こういう時どうするっていう、もう問題がまずあるということに気づかないと、あの、宣伝って言われてるんですね、あの、自分のことだとは思わないんですね。あの、目の前素通りする、まあ、Google 的な状態になるっていうことですね。で、あの、その上で気づいたとしてもですね、まあ、気づいたけどどうでもいいやと思われたら、あの、あるんで、その次に、あの、ちょっと向き合った方が俺のことなんじゃないか、これはやっぱ俺にとって怒ることなんじゃないかとかですね、過去あったのを実はこれを知っていれば大丈夫だった、あの、もっとうまくいったんじゃないかとか、まあ、向き合う時間がにステップするかどうかじゃないか。で、そこまでいくとですね、とりあえずゴールはあるちょっと詳しい人の話を聞いてみる気にもなるかなっていう話だと僕は思ってですね、例えば授業とかやってもですね、あの、一番最初の5分で、あの、スルーされたら、あの、結構きついですね。なんですけど、まあ、こいつの話はちょっとスポッてなるか、僕は結構最初の5分かな。で、その後の1時間の前に、ほ、あの、まあ、いるのはいるんですよ。いるんだけど、参加してるかどうか別で、おーってなってるかどうかは、になるかどうかは結構、あの、わかりました。で、そのライブは感動であって、それを繰り返したいという欲求にまでつながるかどうかって、もしなったとしたらですね、そこに動画があって、あ、CD があって、教科書があって、問題集がある。そうすると、まあ、いつしか頭をですね、占有していくわけです。そいつの頭をなんか占有していって気づかないうちに、まあ、染み込んでいって、あの、あ、今気づいたら理解してるっていう状態に流れていくんじゃないかと
まあ、そこまで行ってから価値を提供するっていうことになるのかなっていうのが、まあ、アウトリーチっていうのをずっとやっててですね、まあ、これ思うことだという話ですね。まあ、だからまあ、この辺にやってやめておきますけど、まあ、僕らだからライブを作るときにはその最初の4段階ぐらいのステップを考えて、まあ、一握りでもいいから感動につなげるにはどうするかという感じのところを考えます。で、全て動画に撮って授業を全て動画に公開していきます。で、それがのうちのですね、2000回再生されるものがあれば 数十回しか再生されないものもあるわけですけど、まあ、それが結局自分に対する評価なんです。で、それを見てると如実に分かります。んで、それは何かという話なんですけど、まあ、結局モテサルのどこに価値があったのかっていうのをその再生回数が見えてるんです。で、まあ、いろんなやり方を試したりするわけです。で、 Facebook を使ってですね、興味のあることを聞いてコメントを書かせてみたり、まあ、その双方向性に価値を感じた場合もあるし、まあ、とにかく、まあ、そういう説明をしてですね、最初はググって考えてみようということをやるんですけど、まあ、ググってみたけどよく分かんなかったっていうところを引き出してそこのポイントに投げ込むっていうことをやると、まあ、結構そのライブの仕組みが上がる。で、これ最近は大学生ですけど、小学生でも割と似たような手法で、まあ、紙で稼ぐんですけど、似たようなことをやると割とその当日のライブが全然熱量が違うんです。で、まあ、これを考えるときに知識編集っていうのをおっしゃってましたけど、答えのある問題に答える能力が知能だと思うんですけど、まあ、それを鍛えるっていうのはですね、まあ、いろんなところでされてると思うし、まあ、でもそこだけでダメだよねっていうのがいろんな方でおっしゃってましたけど、まあ、それ Google に満たされちゃうんですよね、結局知能。そうすると答えのある問題を問い続ける主体性が知性だと思うんですけど、それがいかにその自分に身についた素晴らしいかっていう話を多分ここの研究会でさまざまな角度でやったと思うんですけど、絶対 Google 先生に ここだけは勝てるというのは、まあ、周辺先生ここじゃねえかと。で、じゃあもっと言うとですね、その知性を生み出すっていうのはエネルギーだと。ライブっていうのはエネルギーだと。で、ね、もうこの場所に来ないと Google で検索したっていうのはエネルギー一切ない。だけどこの場で同じことを聞いても同じ情報を聞いてもエネルギーは絶対違う。で、それは何から生まれるかというと不安定から生まれるんですよね。で、どうなるのこの先と、相手が何話してるかよく分かんないっていう状態のところに立たされて初めてエネルギーが生まれるんですよ。で、待機をやってる人はですね、今日の待機は不安定ですって言うと、まあ、それ雲を生、ね、むエネルギーになってるわけですけど、まあ、それが必ず変化を起こすわけですよ。で、まあ、ちょっとしたものでいいんですけど、ちょっとした変化を加えて実験して試してみるっていう双方向性を積み上げていくと、その不安定の解消という形でエネルギーが生まれるんだから、それがなんかその価値を提供するアウトリーチっていうことを考えるときに、なんかその毎度やってきたことなのかなっていうのが僕は思っていたことです。はい、以上です。ありがとうございました。これ録画したの？はい はい、僕の分はYouTube で公開します。
で世間の人からすると、あるいはその Google 検索をかけたということからすると、何が価値になるかは出してるのも全く分からないです。でどこに希少性を感じるかも全く分からないです。はい。でまあ、僕はそのこういう商売してるわけじゃないんで、その動画を売っていくらとかってやることをやってないで、ひたすら実験を繰り返してるってだけなんですけど、でそうするとまあ、だから必ずも再生回数がいけないってもあるとも全然思ってないですけど、でもその違いによって何が生まれるかっていうのは実験として分かるわけです。だからそこら辺が僕にとっては価値なんです。で相手にとってはすぐ一番目に引っかかって出てきて、多くの人が見ているという、常に多くの人が見ているということが価値になったり、ブランドになったりするわけですけど、そこがずれてるということにも気づけます。はい、そういう感じです。ありがとうございます。はい、ここが何かありますか。はい、だからね、例えば今右上のところは1000回で、はい、下は30回で、はい、でいわゆる時間は似たようなものですよね。はい、そうです。うん、だから結局そういう差がどこから来るのかというのが、それがまさに Google なら Google のそのシステムから来ているのか、はい、要するにそれ中身から、中身でその回数の差が来てるわけじゃないですよね。そうですね。だからそういったところはどうお考えなのか。はい、一つはですね、宣伝ということをおっしゃいましたけど、動画一つに対してもどう宣伝するか全然違うんです。僕が動画を上げたらですね、Facebook に流すんですね。で、Facebook の友達がその時は100人だったとか、今は1600人いるとか、まあ、その時の状況によります。で、その時の付き合いが濃い人がいるとか、いつも見ているとか、それも状況にも変化しますけど、例えば時事ネタって受けやすいじゃないですか。だからその、今台風が来ていますって翌日にこうバンと流すと、それはヒットしちゃう。その関心を持っている人がバーンと入ってくるとか。だけど去年と同じ授業をもっと楽しくやりましたっていうのは、去年と同じことをもうちょっとバージョンアップしたのねっていう、そういう受けにしかならないんです。で、それはそれだと思うんですね。で僕にとってはその進化できたって価値はあるんですけど、他の人からしてみれば一番最初の初回の荒削りでもいいから、時事的な流れをつかんだものが価値があるというふうに判断されるっていうのは、そのズレじゃないかな。最近大学でもネット事業という、それで学生がネットでずっと見ながら動画を見て授業を受けたという、で単位を出すというのが流行りなんですけど、多分それ今お話を聞いてて、授業に参加、参加して授業というかその講義に参加している人たちは共有、あるものを共有して自分たちで体験をして、だからすごくこう、楽しく授業をしているけども、外から見たらそれは単なる他の人がやってるイベントを見てるだけなので、はい、興味を持てない、なのかなという、だからそういう、こうネット授業こそまさにその極限みたいなもので、講師が一方的になんかこう単なるもう観客だから、授業を受ける人たちのことを考えずに一方的に話していく、一方的に授業とか映像を流していくという、そういうあまりだから僕はネット授業というのは反対なんですけど、そういうことともつながるのかなと思うんです。どんな、はい、僕は反対とか賛成とかじゃなくてですね、音楽で言えばライブと CD があるんです。うん、で、CD だけを買って満足する人もいるし、ライブで盛り上がらないと満足できない人もいるんですよ。うん、で、そのライブ、その違いでしかなくてですね。で、別に CD で満足できるんだったら CD でいいですよ。うん、はっきり言って。で、でもライブで熱狂した人はもう最高だから、また来いよって話なんです。で、岡本先生の学生でですね、実はですね、これ超高かったから、俺学芸大に行きたいって言ったら思ってる。でそういうの一人でやるのは最高じゃないですか。だから別に全てこれで全てだと全然思わないですけど、一人でもそういうきっかけが、入り口ができたんだったら僕はそれでいいなと思う。だからこれで全て集約されるとは思わないです。ライブがあってこそですけど、じゃあライブをというシングルユース、シングルソースをマルチに使うっていう350度マーケティング、そこがあっていいんじゃないかなという話。はい、じゃあ
作るのかなと思います。よろしいですかね。はい、じゃあどうもありがとうございます。そしたら最後になりますが、ということでよろしいですか。京大聖堂店の所長の吉田さんによりますが、それと JBGU のあれとかあれか、はい、自分で言ってください。内容はまさに日本地球惑星科学連合